ビートルズ・ビートルズの作品ベイビー・ユーアー・ア・リッチマン・ビートルズ・ビートルズの曲名一覧ベイビー・ u ーアー・リッチマン・ベイビー・ u ーアー・リッチマンはビートルズの楽曲である1967年7月にシングル版アこそはすべての B 面曲として発売されたレノン・マッカートニーの作品でジョン・レノンが書いた未完成の楽曲ワン・オブ・ザ・ビューティフル・ピープルに ポール・マッカートニーが書いたコーラスを組み合わせた楽曲。シンセサイザーの前身にあたるモノフォニックシンセサイザーのクラビオラインが使用された楽曲として知られる。1967年5月11日にオリンピックスタジオでレコーディングされ、ビートルズのセッションで一度も EMI スタジオが使用されなかった初の楽曲となった。デノンが書いた歌詞は1960年代に 登場したヒッピーについての言及となっており、マッカートニーが書いたコーラスと合わせて、非物質的な富の普遍性について言及した楽曲となっている。なお、歌詞については、ビートルズのマネージャーであるブライアン・エプスタインに向けたものとする解釈も存在している。本作は、キャピトル編集版、マジカル・ミステリー・ツアーに収録され、1968年に公開されたアニメ映画。 イエロー・サブマリンでは曲の一部が使用された。本作は B 面曲ながらビルボード・ホット100で最高位34位を獲得し、ローリングストーン氏が発表した100グレイテスト・ビートルズ・ソングズで第68位にランクインした。楽曲発表後にファットボーイズやクーラ・シェイ・カーラによってカバーされたほか、2010年に公開された映画ソーシャルネットワークの エンディングテーマとして使用された。Baby You Are リッチマンは、レノンとマッカートニーが書いた二つの未完成の楽曲を、A Day in the Life や、I've g o タ t a Feeling のように組み合わせた楽曲となっている。レノンが書いたバースに基づく、仮タイトルは、One of the Beautiful People で、そこに、マッカートニーが書いた、Baby You Are. エイリッチマンというコーラスが加えられ、曲名もマッカートニーが書いた未完成曲から取られた。1980年のプレイボーイ誌のインタビューで、レノンは僕とポールが書いた2つの曲を無理やりまとめたと語っている。いずれの楽曲もロンドンのキャベンディッシュアベニューにあるマッカートニーの自宅で書かれた。ビューティフルピープルは1960年代に 登場したヒッピーが自分たちを示す言葉として使用していた用語で作家のバリー・マイルズはレノンが書いた楽曲はヒッピーに関する新聞記事からインスピレーションを得たものとしている。なお、マッカートニーはビートルズのマネージャーであるブライアン・エプスタインに向けた楽曲だと考えていた。レノンが書いた歌詞は With a Little Help From My Friends と同様に質疑応答の形式が 取られた楽曲で、音楽学者のウォルター・エーベレットは、著者の中で、本作について、名のないブライアン・エプスタインに、美しい人々の一人になるのはどんな気分かを、尋ねている。この名称は、ヒッピーの集団や、最も有名なエンターテイナーと交流する、人々の間で使用されたと書いている。レノンは、歌の意味について、誰でも金持ちになれるということとし、 重要なのは不平を言うのをやめること。君は金持ちで、僕らはみんな金持ちだと説明している。曲のキーは、主に G メジャーで、ミクソリディア戦法が使用されていて、全体的に4分の4拍子となっている。イントロ、2つのバースとコーラス、そこから続く3番目のバースと繰り返されるコーラスで構成されている。楽曲の随所に、インドの伝統音楽を彷彿させるメロディが、 含まれている。レコーディングで使用されたオリンピックスタジオ。本作はビートルズが初めて EMI スタジオ以外のスタジオでレコーディングとミキシングを行った楽曲となった。Baby You Are リッチマンのレコーディングはアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドの完成から間もない時期に行われた。1967年4月に サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドを完成させたビートルズはアニメ映画イエロー・サブマリンとテレビ映画マジカル・ミステリー・ツアーのための新曲の制作に取り組んだビートルズはロンドンにあるオリンピック・スタジオで1967年5月11日の午後9時からの6時間のセッションでベイビー・ウー・アー・リッチマンをレコーディングしたアルバム サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのセッションでも EMI スタジオ以外のスタジオを使用した日が存在するがレコーディングからミキシングまでのすべての作業を EMI スタジオ以外のスタジオで行ったのは本作が初となった。プロデュースはジョージ・マーティンが手掛けエンジニアはオリンピックスタジオの管理者であるキース・グラントとエディ・クレーマーが務めた。セッションには オリンピックスタジオを定期的に使用していたローリングストーンズのミック・ジャガーも参加した。セッションが行われた日と同じ日にモノラルミックスが作成された。楽曲中にはオーボエやシェーナイを彷彿させる音色が聞こえるが、これはレノンが演奏したクラビオラインによるもの。音楽学者のウィリアム・エチャードはクラビオラインのパートにおける歪められた旋律を 本作のサイケデリックな特徴として挙げている。スピン栄光法として知られるフィードバックのディレイによる効果がバースのフレーズ感で見られる。ベーシックトラックではレノンがピアノを演奏したが1分45秒から始まるセクションや3番目のバースのピアノのパートはオーバーダビングセッションでマッカートニーが演奏したもの。1967年4月下旬にアルバム サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドの完成して、以降、バンドメンバーの薬物の摂取やインスピレーションを得る、ためにおののが異なるものに興味を持ち出したことにより、多くの評論家からメンバーの結束力や熱意の欠如が指摘されていた。これに対し、セッションのエンジニアを務めたクレーマーは、ビートルズの熱意は、とても強烈なものだった、驚くべき、創造性の波に乗っていた。 よく油を刺した機械を見ているようで、まさに素晴らしいものだったと語っている。また、他のオリンピックスタジオのスタッフは、グラントとクレイマーが、本作における、レノンのボーカルについて、この曲をそんなに上手に歌えるとは信じられなかったと、称賛していたことを明かしている。クラビオラインのパートの他に、オーバーダビングセッションでは、マラカスとタンバリン、そして、クレイマーのビブラフォンが加えられた。 ビブラフォンの音は曲が始まって53秒ほどの箇所で確認できる。マッカートニーは6時間に及ぶセッションについてかなりエキサイティングなものだったと振り返っている。セッション中、レノンはコーラスのフレーズをベビー、ユーアー、エリッチ、ァグ、ジューと変えて歌った。ジャーナリストのボブ・スピッツはブライアン・エプスタインについてのジョーク、または活動初期のビートルズのトレードマークとなっていた。 モップトップを着かすものと推測している。ベイビー・ユー・アー、リッチマンは映画、イエロー・サブマリンのために作られた楽曲だった。曲の一部が映画で使用されたが、楽曲の書出は、イギリスでは1967年7月7日、アメリカでは同月17日に発売されたシングル版、愛こそはすべての B 面となった。アメリカでは B 面ながらチャートインしており、 ビルボードホット100で最高位34位、キャッシュボックストップ100で最高位60位を獲得した。本作は A 面曲の愛こそはすべてやアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドとともにサマー・オブ・ラブのサウンドトラックとして認知され、ビートルズはカウンター・カルチャーのリーダーとみなされることとなった。音楽評論家のヤン・マクドナルドは、 本作のクラビオラインのパートについて異国情緒のある魅惑的な選考と称賛していてスターのドラミングについてレインに同等なものと称賛しているアメリカのキャピトルレコードはビートルズの意向に反して同年11月に発売されたマジカルミステリーツアーに本作を含む1967年に発売されたシングル5曲を収録したアルバムの発売を急いでいた キャピトルレコードは発売時点でステレオミックスが未作成であった関係からアルバムのステレオ版に技術ステレオミックスを収録した。前日の通り1968年に公開されたアニメ映画イエローサブマリンで曲の一部が使用されたが翌年に発売された同名のサウンドトラックアルバムには収録されなかった。映画では音楽を憎むブルーミーニーズによって 防音の球体に閉じ込められたバンドがビートルズのメンバーによって救出されるシーンで使用された。ジョージ・マーティンとレコーディングエンジニアのジェフ・エメリックは1971年にドイツで発売するマジカル・ミステリー・ツアーに収録するために1971年10月22日に初のリアルステレオミックスを作成した。しかし当時のミキシングでは レコーディング時に導入されていたスピンエコー法が再現することができなかった。イギリスでは1981年12月に発売されたボックスセット EP コレクションに含まれているボーナス EP ザ・ビートルズで初収録となった。1999年に発売されたイエロー・サブマリンソングトラックにはリミックスされた音源が収録された。 本作のクラビオラインのパートの一部は2006年に発売されたラブに収録のルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズで使用され本作のコーラスの一部が同作に収録のアイこそはすべてで使用された本作は2010年に公開されたマーク・ザッカーバーグの電気映画ソーシャルネットワークのエンディングテーマとして使用されたしかし 同年に発売されたサウンドトラックアルバムには未収録となった。出展。ありがとうございます。